私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。必殺技の修行場の動画出してなかったんですよね。そう、今確認してる。1日4回できるやつなんですけれども、基本は1日2回か。ブレソル満喫パスを持ってる人は1日4回までできるやつで、転生済みのキャラクターの必殺技レベルを上げられるということなんですが、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、今、ずっとこのメンツでやってて、僕のこの必殺技レベル2。こちらも2。で、必殺技レベルゲージ、こうなってるんですね。2-290。こちらも2-290。で、グルメンからもう一体同じやつらがいた場合、それも一緒に上がったって聞いたんですよ。え、本当に?みたいな感じでね。確かに、レベル中290になってるんですよ。あれ、これ、いっぺんに上がるのかな?いや、ちょっと、実験のために今、録画開始しました。次。マッスル、戦いを始めようぜ。まだよ。さあ、これで俺に切れねえものはねえ。レベル3ってなりました。あ、それは上がんないんだ。なるほど、それは上がらないらしいです。で、まだ分かんないのが、これで今ゲージ共通だったんで、これをまた2まで上げた時に、こっちの面、まだレベル1のメンツがもう一回いけるのか、それともキャラクターとしてレベル2までっていう話なのか、これは別枠扱いなのか。でもさっきの感じを見ると同じ枠だと思うんだよな。ちょっとわかんないですよね。まあ、どちらにしても僕は、これで3で、次で4で、一体一体混ぜてレベルマっていう風にできるなと思ってゲットしたんですけども。ちょっとまた、日付だってみないと分かんないですね。でも今の感じを見ると共通なんじゃないかな。共通だと、ここで僕レベル2から2個上げて4になった時に、レベル1のメンツはもう上げられないんじゃないかなと思うんです。ちょっと
分かんないんで、今後また分かり次第お伝えしていきたいと思います。はい、今回は必殺技の修行場でした。転生のキャラを持ってる人はぜひね、例えばおすすめのキャラとかまた今度紹介しようかと思いますが、例えばねクールタイム短縮と強行ダメージアップのキャラクターとか、ここら辺を必殺技レベルマックスまで上げられればより強力だなというところですね。はい、頑張っていきましょう。僕はケンパチもともと3でこの強攻撃ダメージ 20% に体力最大全ダメージ 16% アップっていう、この強攻撃特化型として優秀だなと思ってあげてます。はい、皆さんもそれぞれ考えてあげていきましょう。今回ここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。さあ、数日経ちまして、再度ですね、再度、あと1回で必殺技レベルゲージがマックスになります。これで2上がる状態ですね。で、この、転生のひなもりくん、用意してるんですが、これが別キャラ扱いになるかどうかをちょっと確認していきたい。さあ、行ってみましょう。戦いを始めようぜ。今度はごちゃごちゃうるせえな。今度はバカバカ。さあ、これで俺に切れねえものはねえ。はい、マックスになりました。で、他のキャラは、あーダメだね。別の、だ2位上げたキャラと別に新たにね、用意したんですけども、上げらんないですね。共通で、そのキャラとして共通でレベル2までしか上げられないということが分かりました。まあ、今回僕は、よいしょ。なんで周平なんてあげてるのって言われそうですけども、はい。周平を2上げたことで4になったんで、最後もう一体これでレベルマ。いや、通常麻痺っていう枠が欲しくて、まだ使う予定がないですけども、とりあえず1回だけ。でもほんとね、こういう時にね、いらんことするよね。ひなもりくんも同様に、これでレベルマ。ひなもりくんは強攻撃クリタイム短縮に体力最大値と、使い勝手のいいリンクとなっています。ただ使わないんだけどねっていう。でこっちにはね、レアツなんてつかないですからね。はい、なぜ周辺についたかと。はい、というわけで彼らは卒業で、新たにおいでますのが彦根。どうしようかな、どうしようかな。ネリエル。まあやっぱその限定キャラがいいんじゃないかなと思いますんでね。
ケンパチもこれで、もう次で、完了になります。じゃあまあこうしようか。ね、初日にやり忘れちゃって中途半端な感じなんですけど、戦いを始めようぜ。今度は はい、これでケンパチさんも俺に切れねえものはねえ。マックスと。戦いを始めようぜ。ここも冷圧がついてほしいけど、きっと冷圧はつきません。次だよね、はい、強攻撃ダメージアップに体力最大全ダメ16はパワーアップと非常に優秀です。まあ、ただ僕上げてたんですけど、こうね、さらに優秀な倍率の25の16に20、20、そして20-20 がいて、実はケンパチさんの出番がないっていう、分かってたけどもレベル前にしたかったという感じでしたね。まあ、今回、代打として彦根が登場したんで、今後は彦根で上げていきたいなと思います。はい、今回はここまでです。さあ、久沢の修行場のどういうシステムかが分かりましたね。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。